陽町の矢野圭介さんの畑では、早朝からスイートコーンの収穫作業に追われています。スイートコーンは夜の時間帯に水分や糖分を身に貯めるため、早朝から収穫することで甘さやみずみずしさを保てるということです。現在は主に1本450グラムほどの大きさに育ち、昨日は近くの小学生が収穫体験をしました。いくよ。取れた。楽しい。体験の後、この学校では給食にスイートコーンが提供されました。